バラ十字の目に見えない学院、テオフィルス・シュバイクハルト、1628年バラ十字団は、17世紀の初頭にドイツで宣言書を発表した友愛組織。この宣言書では、クリスチャン・ローゼン・クロイツという謎の人物によって15世紀に創設された秘密の組織であるとされている。宣言書の趣旨は、ヨーロッパの学者と統治者にあてた改革の訴えであり、 秘密の知識を公開することを申し出ていた。その内容には、キリスト教神秘主義、シンプラトン主義、パラケルススの思想の影響が見られる。宣言書の作者は、中ビンゲン大学で、神学、医学、哲学を研究していた若手の集団であり、その中心人物は、ヨハン・バレンティン・アンドレイであると推測される。この宣言書は、当時の人々に大きな衝撃を与え、 ヨーロッパ中に熱狂と論争が巻き起こった。ザ・ローズ・ザ・クロス、バラが象徴的に描かれたバラ十字文書、始考前の扉1614年、神聖ローマ帝国のカッセルで刊行された、著者不明の怪文書、全世界の普遍的かつ相対的改革と、その付録、u 愛団の名声で初めてその存在が語られ、一気に全ヨーロッパで知られるようになる。ただし、 この u 愛団の名声の原文は正式出版前の1610年頃から出回っていたとされる。そこには人類を死や病といった苦しみから永遠に解放する、つまり不老不死の実現のために120年の間世界各地で活動を続けてきたバラ十字団という秘密結社の存在やそれを組織した創始者 RC あるいは CRC、 クリスチャン・ローゼン・クロイツと呼ばれる人物の生涯が国名に記されていた。1615年、同じくカッセルで友愛団の新条が出版される。それはドイツ語ではなく、ラテン語によって書かれ、友愛団の名声によって宣言された強硬性の打破による世界改革をさらに強調するものであった。1616 16年、小説 科学の結婚がシュトラースブルクで出版される。著者はヨハン・バレンティン・アンドレーエだと言われている。そこには深淵な錬金術思想が書かれており、この文書に登場するクリスチャン・ドーゼン・クロイツこそ、さきの二つの文書に書かれていた創始者、CRC であると考えられた。フランセス、S ・イエーツによれば、これらの背景にはバラすなわち、イングランド王家をカトリック、 ハプスブルク皇帝下の支配からの救世主として迎え入れようとする大陸諸小国の願望があったという。なお、前述の解文書の刊行から4年後の1618年にドイツを物体とした宗教戦争である30年戦争が勃発している。1623年にはフランスはパリの街中に我らバラ十字団の筆頭協会の代表は賢者が経営する。 意図高き者の温調により、目に見える姿と目に見えない姿で、投資内に滞在している。我らは、本も記号も用いることなく滞在しようとする、国々の言葉を自在に操る方法を教え導き、我々の同胞である人類を、死の過ちから救い出そうとするものである。バラ十字団長老会議長という意味不明な、文章が書かれた張り紙が一世にして貼られるが、結局、犯人は不明であった。 バラ十字団は、子祖クリスチャン・ローゼン・クロイツの意志を継ぎ、錬金術や魔術などの古代の英知を駆使して、人知れず世の人々を救うとされる。起源は、極めて曖昧だが中世とされ、錬金術師やカバラ学者が各地を旅行したり、知識の交換をしたりする必要から作ったギルドのような組織の一つだとも言われる。バラ十字団の存在はやがて伝説化し、 バラ十字団への入団を希望する者だけでなく、バラ十字団員にあったというものや、バラ十字団員を自称するカリオストロや、サンジェルマン伯爵などの人物が現れた。また、18世紀には、フリーメイソンの内部とその周辺において、19世紀から現在までは神秘学と秘境の分野において、バラ十字団を名乗る団体と、 バラ十字の伝統を継承していると述べる団体が多数現れている。この流れの他にも人知学から派生したバラ十字団が南ドイツに現在でも存在している。本家からは完全に独立し、ある村の片田舎で毎週日曜日の午前中にはキリスト教のミサや礼拝に似た儀式を独自に繰り広げている。18世紀の後半にはバラ十字の異械と呼ばれる団位が フランスのフリーメイソンの制度の中に現れた。これは、当時のフリーメイソンの思想に、バラ十字思想が影響を与えていたことを示している。バラ十字団は、様々なフィクション作品で取り扱われている。漫画作品小説作品アニメ、作品音楽作品ラプソディ・オブ・ファイアの下、ギタリスト、ルカ・トゥリッリが結成した第二のラプソディである、ルカ・トゥリッリズ・ラプソディのセカンドアルバムに、 クリスチャン・ローゼン・クロイツを題材にした曲、ローゼン・クロイツがある。ありがとうございます。